皆さん、お久しぶりです。 J リーグ特命 PR 部女子マネージャーの足立梨花です。ですね、私女子マネージャー3年目になりまして、徳島には今まで4回行ったことがあるんですけど、その中で特に印象に残ってるのがスタジアム学園祭です。そのスタジアム学園祭っていうのは、私当時初回初めてスタジアム学園祭をやった時に、私と同い年同級生の高校生たちがイベントとか企画をやっていて、本当にすごいなって思ったのと、私も負けてられないなっていう風に感じたのを今でも覚えています。そのスタジアム学園祭が今年で3回目を迎えるということで、本当に J1、J2 合わせて40クラブある J リーグの中でスタジアム学園祭と呼ばれるものをやってるのは徳島だけなんですよ。本当に自分にとってもこの同世代の方が協力して作り上げていくっていうのを見てて、私も何か協力したいなって思いますし、これからもっともっと盛り上がっていってほしいし、来年自分もメンバーとして参加してみたいなって思う人も増えていってくれたら嬉しいなと思います。そのために私もいろんなところにそれを発信していきたいなと思います。今年はそのスタジアム学園祭は10月28日の東京ヴェルディ戦で行われるそうです。この日は1万人を目標にしている試合ということで、ぜひ皆さん、たくさんの方にスタジアムに来てほしいなと思います。以上、足立梨花でした。